皆さん、こんにちは。5日の午後6時から大臣が会見を開催し、榊原信行 CEO と3人のドクターが登壇しました。榊原 CEO が先週末に自身の SNS でドーピングの検査結果を踏まえて、来週後半までには記者会見を必ず実施しますと告知したように、話題となっていた平本蓮選手のドーピング検査の結果が発表されました。結果は両選手陰性でした。今回は大臣での会見の内容と平本選手の会見内容を振り返っていきます。今月2日には平本選手が自ら会見を開催してドーピング疑惑を明確に否定、1時間以上にわたって自身の考えを語った平本選手でしたが、大臣の会見では行われているライブ配信や動画メディアによるムービー取材が行われなかったため、動画を見慣れている人にとってテキスト記事だけでは消化不良と感じている声も上がっていました。平本選手にとって虚偽告発をしている赤澤選手に対して、平本選手は今後どのように動くのでしょうか。会見では赤澤選手に対して、信頼していたし今でも嘘であってほしい、特別な事情で赤澤さんが虚偽告発をやらざるを得なかったと思いたい、困っていることがあるならば助けられるなら助けたいと自分を陥れようとしたことへの怒りよりも、今なお信頼していることを語った平本選手。赤澤選手はこれまで2試合で平本選手のセコンドにつき、どちらも勝利しています。今回の朝倉未来戦でも赤澤選手からセコンドにつきたいと申し出がありましたが、平本選手は今回の作戦には赤澤さんはなかったと明かし、自分はどうしても勝ちたかったので勝負に徹した、試合は重い出作りじゃないので、練習で関わらなかったので距離を感じさせたと思っていますと告発に至った赤澤選手の行動理由を分析しました。会見に出席したある有名週刊誌の記者から、赤澤がお金に困っていたという話を聞いたという発言もありましたが、平本選手はいろんな噂が飛び交っているが、お金のことはデリケートなので自分から詮索したくない、何か特別な事情が他にあるんじゃないかと思うのですが、今の自分にはわからないと答えました。このように平本選手は赤澤選手を信頼して心配しているからこそ、赤澤さんが自分から始めたのではないのでは、何人か大人が後ろについているのではと僕は感じたので、一人で対処できる問題ではないと弁護士さんに相談させてもらったと弁護士が同席した理由も説明、その上で赤澤選手への疑問も呈しました。あの文で赤澤さんが朝倉未来選手に申し訳ない気持ちと言っているんですけど、赤澤自身がドーピング後の対戦相手に対しての申し訳ない気持ちは書いてなかったので、本当にこれ赤澤さんが書いたのかなと、全部が朝倉未来サイドというか朝倉未来に寄り添いすぎている文章ではないかっていうのが正直な気持ちです。また赤澤選手は告発文の中で、音声動画の公開後に平本が相談した周りの怖い人たちから相当な圧力をかけられました。この告発をすることで平本の周辺の方たちから、この先さらにひどい暴行や脅迫を受けるのではないかと怖くて仕方ありませんと訴えていましたが、平本選手は全くそんなことするわけないので、ありえない、どんな圧力をかけたのか説明してください、一切そのような事実はありませんと強い口調で断言しました。赤澤選手の告発文には平本選手の名誉を毀損する内容が書かれていますが、同席した弁護士は、特別な事情があれば法的な手段に訴える可能性もあると思いますと赤澤選手を告訴する可能性を否定せず、しかし弁護士としてこうすべきということと、平本選手が長年慕ってきた相手に対してどういうアクションを起こす気持ちになるかは別問題、今後の調査の結果と平本選手の気持ちと話し合っていきたいと現状を伝えていました。そしてライジンの榊原信行 CEO らが5日東京都内で会見を行い、平本選手のドーピング検査の結果について、朝倉未来、平本蓮両選手とも陰性という結果と、ドーピング違反の事実はなかったと説明しました。平本選手は7月28日の超ライジン3で朝倉未来選手に1ラウンド2分18秒で衝撃の TKO 勝ち、朝倉選手は試合後に引退を表明し、以前から対立していた2人に決着がついたかに見えました。ところがその後
SNS で暴露系と見られるアカウントから平本選手がステロイドを使用したと主張する音声が公開されました。当初は匿名での投稿でしたが、後に格闘家の赤澤幸典選手が音声に登場する人物は自分と表明し、格闘技ファンの間で物議を醸しました。この騒動を受け、平本選手は2日に会見を行い、自分は一切ドーピングに違反することはやっていないとドーピング疑惑をきっぱりと否定していました。ライジンの検査結果を待ち、潔白を証明すると話しており、その通りの結果となりました。以上が検査結果と会見の内容でした。これに対してネットでは、今回重要なことは本来のドーピング検査ではない方法での結果、赤澤の告発では今のライジンのドーピングで黒にならない方法を指南したと言っている以上、そりゃ結果は白でしょ。血液検査や毛髪検査を実施した上で白なら納得だよ。ただそれを運営側も平本も提案しない段階で白ではない感じを受けてしまう。結局うやむや。平本ファン、アンチ、それ以外もほぼ多くの人が白という結果というだろうって言ってたや。尿では出ない可能性があると言われながらも尿だけこだわり、捨て本が残れるようライジンの計らいだろうな。今までのいろんなプロセスから黒に近いのにもっと納得のいく検査をしてほしいわ。このままならもうライジンを見ることはないけどね。ドクターは心を痛めてる。ちゃんと尿では出ないことがある等の説明もちゃんとしないのか。そもそもライジンの契約書の内容が良くなかったんだろう。契約以外の検査もしてドタバタして、結果白でも黒でも叩かれるし、何が正解か不正解かもわからない。未来派と平本派の外野の罵り合いでしかない。はいはい、予想通り。ここまではみんなわかってるってば。血液検査するの？しないの？しないならもうそういうことだし、そういう団体って思われるだけだよ。ドーピング類に手を出してもらった時点でアウトだろ。スポーツ精神としてはもはや論外ということ。どうでもいい結果なんじゃないの？問題はそこじゃないんでしょうよ。赤澤はどう責任取るの？ YouTube での医師や専門家の意見は平本は状況から黒。例えば会見で膝に注射を打ったと発言があったが、膝に自分で注射を打つことは無理だと2人の医師が言っていた。じゃあなぜ風邪薬すら気をつけていた平本が何の薬かわからないものを膝に注射していたと嘘を言うのか。医師2人が自分で膝に注射を打つことは無理と断言している。会見に同席した医師には自分で膝に注射を打つ行為についても言及してほしかった。会見では医師までが被害者意識で心ない言葉がと被害者ぶる。そうじゃなくて普通の感覚で話をして、皆が納得理解できる結末にしてほしかったといった声が上がっています。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくださると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。